はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回は信長の野望ですね。続きをプレイしていきましょう。で、前回までにですね、ついに武田南部を平らげて、東日本の大半を北条と二分する形で領有するにまで、成り上がりました。で、今回からはいよいよ今川と開戦をしていくんですけども、基本的な、兵力の、状態を見ていきましょうか。まずは我が小野家66万5000、北条が70万で、今川が170万で、九州の大友が50万になっているので、今川とそれ以外の3家合わせた兵力が、大体拮抗するかなというぐらいになっています。なので、まずは北条と結んで今川を駆逐していくというところが基本的な戦い方になるかなと思います。で、北条に関しては基本的には遠江から三河にかけて攻略をお願いして、我が小野家はですね、越前越中から近畿になだれ込む、畿内へとなだれ込むという作戦を取っていきたいというふうに思っています。なので、三河方面に関しては尾張を中心に今川に対して防衛で、越前越中この辺りに関しては東北地方あたりから兵力をかき集めて一気に攻勢を仕掛けるという作戦でやっていきたいと思います。では9月の収穫を待って行動を開始していきたいと思います。大軍を動かすことになるので、それなりにやっぱりお米が必要になってくるんですね。なので、米が出来上がるまでの間はしばらく様子を見ていきましょう。表情を始めましょう。報告いたで、しあまとす。はですね、人収支は材でこすのね、よう人にな材。っております。あん了ま解りいたしま人す。が余っていてもしょうがないので、5、6人自分の直轄に残して、残りは渡してしまうというのがいいかなと思います。で、それに伴って配属ですね、与力を使わせておきましょう。武将の数が圧倒的に不足しているところがあるんであれば、そこに重点的に人を配置してあげたいので、そうすると小野綾ちゃんのところに稲葉山から何人か引き抜きましょう。で、一益のところにも多少、増員してあげたいなと、あと信長のところにも増員をしてあげたいので、ここも稲葉山から道灌とかはね、ちょっと残しておきたい、刑事も。となると平賀、あとはそうだな、信玄とか残しておく必要あるかなっていう、工藤正光、来ました。勝利とかを名古屋城から動かしますか。で、信長のところには十分すぎるほどいるね。じゃあいいか。よし、これでいきましょう。でも、それでもなお、どうだ？稲葉山に関して言うと、17人いて、その中に優秀な武将がいすぎるよね。ちょっともったいないんで、ここは地味に配属で動かしますか。秀長だけだとちょっともったいないかな。犬山城も利家か。正直十分といえば十分なんだよね。利家。強いて言うなら光秀、末盛城、ここも十分だな。となると、やっぱり優秀な武将は優秀な武将としてもったいないけど、動かしましょう。与力で、一益のところに。そうだな、稲葉山城からだと、信玄は残して、刑事も残して、道灌も残すと、それ以外は動かしちゃってもいいかなっていう感じかな、そうなると。
まあ、整備をしている人たちは残して、それ以外の人たちは動かしちゃいましょう、思い切って。工藤正光とかも動かしましょう。さらに人が増えるか。まあ、南部を滅ぼした時の、まあ、人たちっていうとなんか言い方冷たいですけど、その、旧南部家臣の人たちを吸収して、さらに家臣団の陣容が表情を始め厚くましなったょう。感じ報です告かいたね。します。収支はこのようになっじゃあ、与ており力ます。報で、告いたします。信長のところは今後どう考えても人が圧倒的に不足してくるのが目に見えているので、信長のところに大量に人を出しておきましょう。そうすれば今後信長に知行を与えただけで勝手に人材を配置してくれるので、信長の才覚というか、信長任せで。そうすると、こちらは攻略にだけに、城攻めにだけに集中できるので、まあ楽かなというところですね。で、あともう内政に関して言うと、ほぼほぼやりきった感はあるんで、まあ建て替えとか、そういうのをして地味に何かを稼がなきゃいけないっていうところではもはやないですね。強いて言うなら、米をちょっとでもかき集めるために、米の場所を探していくかというか、建て替えて水田なり畑なりに変えていくか、ぐらいかなとは思うんですけ表ど、情をまあそれ始もめちょっましとょう。面倒で収はあ支るのはこで、のようになっまあておりそます。こはやらずに、あえて今川との海戦にだけ備えていきましょう。で、先ほどお話したように基本的にはまず越前越中を守ってじゃない、取って、そ表の情を他は始防めま衛しをしょう。ていきましょう。収支はこのようになっで、てお北ります。条に関しては、まあ駿河、遠江、三河、あとは、まあ、甲斐とかもね、取ってもらっていいかなとは思ってます。では、そろそろ兵を集結させていきましょう。ここがね、結構こっからめんどくさいんですよね。正行がこんな辺境に集められている。かわいそうだな。真田信雄、真田は危険な人物として辺境に集められてますね。なんともかわいそうな感じはするけど。これがね、一番めんどくさいんですよね。こっちからの指示に従って一気に攻める場所を指定しても、言うことを聞かない連中が多すぎて、みんなすぐ帰り出すんですよ。もう俺帰ろうみたいな感じでみんな帰っていっちゃうんで、そうならないためにこうやって一個ずつね、指示を出していかなきゃいけないっていうところがあるので、ちょっとここだけお付き合いをいただいて、で、これが終わり次第、もう一気に海戦で、一気に今川領へ進攻していこうかなと思ってます。こうやって見ると本当に真田はことごとく追いやられてる感じがしますね。なんでこんなに辺境にばっかり集められてるのか。ちょっとこれで一回面倒なんで終わりにして、今川と手切れしていきましょうか。で、外交収支ですはけこのど、ようになっております。北条とは、まあ、このまま継続して、朝廷外交も、まあ今100なんで必要ないとなると、
今川と手切れですね。破棄しましょう。ついに今川と海戦か。では出陣していきましょう。これで本当に言うこと聞いてくれりゃいいんだけどな。言うこと聞かないからな、このここの連中。本当に全くと言っていいほど言うこと聞かないですからね。もうこっちはね、その北側に敵がいないので全部の兵力を絞り取れる、絞り出せるっていう点では今川よりもある意味有利に戦えるんですよね。今川は半分は九州で、半分はこっち、しかも北条と小野両方相手にしなきゃいけないって考えると結構戦いづらいんじゃないかなと思うんですよね。そこにこそ勝機がある。まあこんなとこかな。出陣する。末盛城に1万9000、名古屋城に4万、清須城に6万、牧島城に6万、結構な軍勢が出てきたな。そうするともう早速忘れちゃいましたけど、どこに誰が来るかっていうの。稲葉山から出るとするか。まあ牧島は最悪不正だとしても名古屋、くつかけ、末盛、この辺りは絶対に守らなきゃいけないので守りに入りましょうか。で北条は北条で攻めかかってもらい、基本的には後はお任せかな。軍勢が打って出てきたところを叩いていきましょうね。帰っていくんですよ彼らは。まあ、せっかく出てきてくれた軍勢なので、そしたら防衛に入ってもらいましょうか。このね、設定したルートが長すぎますって出るのもよく意味がわからないですよね。全然長くないしっていう。しょうがない、一度帰ってもらおう。帰りたいなら帰れ。表情を始めましょう。報告いたす。そうか、もうこれを機に連合を組んでしまうというのも手だよね。そうか、北条は連合に入ってくれないんだったら連合に入る意味はないな。むしろ危険ですらありますからね、そうなると。で、こっちの方面の防衛線に入らなきゃいけないんだな。牧島城の防衛線と観音寺はいいでしょ。そうするとあとは末盛城が危ないのか、鳴海城も危ないとなると、どうしようかな。まずは末盛城の防衛に入りましょうか。で、鎌場城からも軍勢を出す必要があるな。これは名古屋城に差し向けましょう。観音寺、牧島がちょっと危ないかとなると、牧島に軍勢を出したいけど、牧島に向かってくれる軍勢がいるかという話だな。数増の軍勢をちょっと牧島に、出た出た、このルートが長すぎる弾き。ただ各方面で戦闘は始まってるな。そ
うなるとちょっと再三言ってるように面倒ですけど、軍勢を1個ずつ選択して逃がしていきましょう。米ぐらいかな、心配なのは。そうなるとで、軍勢を繰り出しているので、その分こちらの、北陸方面が手薄になるという話はさっきした通りなんですけど、全く心配する必要はないので、ザクザク軍を送っていきましょう。で、まあ、一番最初ここかなりめんどくさいんですけど、これさえやってしまえばあとは、一気に敵の拠点を、まあ、今川の拠点ですけどね、敵といってもを、まあ、ひっくり返していくだけになりますからね。で、今回最初から見ていただいている方は、ご存知というかいつもの通りということにはなるんですけど、長級の設定になっています。長級の設定にはなっているものの、今僕が操作しているようなこのチョーク攻撃隊を、それこそ東日本を横断して、送ってくるっていうような、そういう動きは残念ながらというかコンピューターの方はしてこないので、例えば四国の方の軍勢が、こっちの関東の方まで攻め込んでくるとかっていうことは基本的にはないので、そういうところを考えると兵力的な差っていうのは十分に、埋められる範囲かなと思うんですよね。なので、まあ、ちょっと面倒ではあるものの、この行為を繰り返していけば兵力的な不利っていうのは覆せる範疇かなというところですね。もう室賀がいたね、今室賀が久しぶりに見たね、室賀。こっちの方はね、軍勢に余裕があるので、そういう意味で言うと北から全部の軍勢を出せるっていうのは大きなメリットですよね。これが東西に敵が残っている状態だと、ここまで大胆な動員っていうのはちょっと難しいですからね。まあ、南部武田を潰して南部を平らげておいたっていうのは大きいかなと。で、そうなってくると兵端の長さがちょっと長すぎるので、少し兵糧に関しては注意が必要かなというところですね。なので、まあ、兵糧がなくなってくる前に味方の拠点を通過するっていうのを、まあ、なんとかしてもらいたいと。で、こっから先は基本的には敵の城が密集していて、その前には必ず自分の味方の城があるはずなので、そういう観点で言うと、まあ、兵糧が行軍中になくなるっていうことはあんまりないんじゃないかなと思ってるんですよ。で、逆にあり得るとしたら、米自体がなくなる、米の備蓄がなくなるっていうパターンと、あとは敵の城が思ったより頑強、あるいは敵の増援が多くてなかなか落とせないよとかっていう状況が出てくると、まあ、そこで足踏み状態になっている間に少し兵を失うかなというところですかね。さあ、これでほぼほぼ全部、おお、まだまだいるね。この遠征隊が間に合ってくれれば、終わり方面の防衛も可能だったというか可能なんですけどね。ちょっとここは戦略的に間違ったかな、開戦の時期を。どうせこの面倒くさい行為をするんであれば、この味方の遠征軍が到着するのを待ってもよかったかもしれないけど、今更だな。まあ、ここは既存兵力でしのぎましょう。しかし以上に1万900、牧島にさらに2万の増援か。さすがだな、牧島は軍勢の数が多い。ただここは一旦仮に平らげられたとしても十分に出陣します。出陣するぞ。ひっくり返すだけの
兵を動員しているので、まあ、そこでなんとか回収って感じかな。我が王の城包囲されました。杖森城が包囲下に入ったか、ちょっと厳しいかな。観音寺からさらに増援出しましょう。牧島城は落とされたくない。できれば、まあ、最悪落とされてもいいというのはさっき話した通りですね。各方面の状況を見ていくと、ちょっとこの尾張はもうごっちゃごちゃだな。ただ軍勢の数的にちょっと不利は否めないので、ここはちょっと様子見ながらだな。出陣するぞ。どこで敵将を捕らえたんだろう。捕らえたり。牧島城が危ないからな。先月の終始です。報告いたす。牧島は敵の中に孤立するからね、このままだと。長島城もよくて、鳴海城か。勝家を出しておきましょう。予備兵力は大垣城に5000だけか。ちょっとこの5000だと心配ではあるね。で、清洲城とかに一応防衛のための軍勢は出てきてくれてるね。木曽福島あたりにも攻撃隊は出てる。よし、なんとかなるだろう。加勢いたす。我が領内に敵が迫っております。牧島城が本当に危ないな。深志城とかもちょっと危ないといえば危ないけど、まあここは既存の兵力で持ちこたえてもらうしかない。やっぱり越中あたりを攻め立てた軍勢が戻ってきてくれるのを待ちましょう。逃げなければ逃げなさい。敵将仕留めました。清洲城が落とされるわけにいかないからな。大垣城から増援を出しましょう。出陣するぞ。でその間に越中一膳あたりを早々に取ってほしいな。出陣するぞ。お任せください。末森城が危ないか。数正の軍勢がいて、工藤正光は末森城間に合うかどうかだな。そうなると小野正嗣の本体を末森城に出しましょう。やるとするか。松倉城に増援、敵の増援ですね。松倉城に敵の増援。牧島城が危ないのは変わりないか。牧島城が危ない。おっと、頑張ってくれてるね、北条も。北条もね、ここで、我々とこうして、城を取りに行かないと、斧が完全にね、取っちゃいますからね、城を。包囲されました。苗木城が危ないか。苗木城に増援が出せないな。上原城、苗木城は捨て城になるかもしれない。出陣します。我が方の城包囲されました。いや、もうドキドキしちゃいますね、ここまでの軍勢を動かすと。米がね、心配ですよね、米が。よし、上原城取ったね。上原城はこのまま滝川に
預けましょう。牧島城が来たか。お味方が捕獲されました。敵将捕獲した。まあ、牧島城はしょうがないかなというところですね。まあ、逆に尾張を完全に防衛しきったっていうのは逆に大きいな。観音寺に今度敵の軍勢か。観音寺は絶対落とされたくないので、そうだな、観音寺には摩擦軍本体を出すか。さらに増援が出せるところがあれば軍をちょっと統合していきましょう。我が大野城包囲されました。お味方が捕獲されました。ここでね、ちょっと時間を食うと米が、兵糧が不足してくるんですよね。この魚津城だな。魚津城がどうなるかだな。そしたらこの魚津城でこの後一気に大海戦で決着をつけていきましょう。ちょっと軍勢を待ちましょう。到着を。お任せください。味方の増援は続々とやってくるはず。敵が我が領内に向かっております。この辺りは結構消耗戦になりそうだな。野戦にね、申し込みたかったですけどね、こちらとしては。モグラ攻めができるな。ただいくぞ。まずは大筒陣地を作り、続きなさい。力の差を見せてやろう。こっちの茨城なんでこっちから攻めた方がいいね。承知いたしました。こんなところで兵力を使い果たしたくはないですからね。もうそういった間にただこっちの城門破壊したか。かしこまりました。隠れ。やれ。中心全てを込める。お任せください。城門を破壊しました。城門を破壊しました。清正が危ないな。ちょっとトラガリ作用を発動してから散ってもらいましょう。見せてやろう。ここが勝負どころよ。これで決める。これで決めます。引け。おお、勝頼が来たね。
敵城門突破しました。参るぞ。決着つけようではないか。我らが攻めに耐えられるか。この戦必ず勝ちます。正々堂々勝負しなさい。我に打てぬ敵なし。我らの攻め耐えてみせよ。我に続け。英雄軽減不利はなくなったので、もうこのままこの城は力攻めしかないな。大垣城清須にさらに敵の増援が来てるな。さっさと型をつけたいけど。敵が我が領内に向かっております。我に続け。城門を破壊しました。すぐに片付けてやるさ。正々堂々勝負しなさい。いざ尋常に勝負。今こそ殲滅の時です。地域全てを込める。この戦必ず勝つ。これで決める。ここは引きます。敵も強いな。吉川元春隊が強すぎる。これを叩かないとどうにもならないな。元春一人にだいぶ削られてますよね。まあ、ちょっとここは5万の軍勢を失ったとしても、一旦元春を削り切ってこの後の増援に期待しましょう。ここでちょっと兵を完全に失う形になりますけどね。マックス停止な感じにはなっちゃうけどしょうがない。まあ、それだけやっぱり元春は強い。毛利を完全に屈服させたんで、元春とかがもうこっちについてるんだよね。こっちにっていうのは今川の家臣に入ってますからね。でキヨスとかこっちの方が危ないな。大垣も危ないね。鳴海城から軍を出すしかないか。大垣城に出陣するぞ。いやーなかなか厳しいな。終わり方面も魚津城がなかなか落とせないというのも痛い。お味方が捕らえられました。敵が我が領内に向かっております。逃げるな。思ったよりやっぱり今川の総兵力油断ならないものがあるな。城が取り囲まれました。城が取り囲まれました。承知いたした。お任せください。お任せください。我が戦お見せしましょう。大垣城がどうにも危ないな。キオスも失うわけにいかないんで。出陣する。大垣城がどうにもならないな。大垣城どうする。ご命令を報告いたす。先月の終始です。私を侮りしこと。さてこっちは厳しいな。なんとか大垣城が間に合えばいいけどってところだな。
大垣城が間に合わないってなると大垣城が落とされてしまうのでかなり苦しくはなりますね。内騎乗はもうしょうがないな。敵が我が領内に向かっております。城が取り囲まれました。兵糧を補充できた部隊から順次次の拠点攻撃に向かいましょう。捕獲されました。さてさて心配してる終わり方面だけどここだな。終わり方面をなんとかこの状態をキープしたい。で観音寺が危ないね。観音寺まで放棄することになるのかこのままだと。観音寺の放棄だけは避けたいな。大阪の軍を観音寺に出したいけど観音寺が危ないね。小谷も危ないか。小谷も危ないね。包囲不完全だけど小谷に増援が出たらアウトだな。一益の軍勢をちょっと小谷城に出してみましょう。やっぱりここがな越前方面が思ったより順調じゃない。観音寺に1万8000円。我が領内に敵が迫っております。我が王の城包囲されました。かしこまりました。逃げ道は与えぬぞ。かしこまりました。とりあえず大垣城は敵をなんとか撤退させることができたのでその間にこの越前方面せめてもうちょっと先まで来たいな。我が領内に敵が迫っております。名古屋城に1万の軍勢が控えているのであれが最後の決戦兵力になるかな。表情を始めましょう。報告いたす。先月の収支です。こやつらは何してんだこんなところで。なんかみんなここでたむろしてるけど何してんの。いやいやダメだよそんなところでたむろしてたら。いやわけわからんわこいつら。勘弁してほしいな。小田城に1万2000。小田城危ないな。敵が迫っております。我が領内に敵が迫っております。我が方の城包囲されました。やっぱり頑強ですね。敵の防衛も思ったような形で進まないな。表情を始めましょう。そうするとちょっと挟んでいったりした方がいいかな。米がちょっと危ない人たちが出てきてるね。内騎乗が落ちましたね。お味方が討ち死にしました。
城が取り囲まれました。お味方が捕獲されました。内騎城は捨て城だったといえばそれまでだけど、しょうがないですね。ご命令を報告いたす。報告いたす。こいつらマジ何してんだ本当に。一回返そう。意味がわからん。戻るぞ戻るぞ。騎乗する。騎乗します。騎乗する。騎乗する。戻ります。何してたんでしょうね、あんなところでタンブルして。やっと富山城か。だいぶ苦戦してますね。ここまでほぼ互角の戦いって感じかな。なんかこっちが圧倒的に押しに押してるっていう感じはないですよね。この人たちが本当に働かなかったな。ただ単に兵糧を食い潰しただけで終わりやがった。ちょっとじゃあこの高岡城の攻略戦まで見ていきましょうか。時間がちょっと長くはなってきてますが、2方面から攻めたいんですけど、今忠興の軍勢に足止めされてるな。景勝正輝で、忠興の軍勢だったら押し返せるけど、岡部元信19300、これがきついな。しょうがない、ここは一度兵を引くしかないか。全面的な撤退だな。松倉城が危ないけど、もうどうしようもないよね。城へ戻る。一度軍を立て直しますか、ここで。じゃあどうするかっていうところだけちょっと考えておきますか。まずは越前越中方面が全然硬くて前に進めなかったですね。もっとこうチョコレートのように溶かせるかなと思ったんですが、思ったより硬いで、北条に関しては引き続き駿河、遠江、三河を中心に攻めていってもらって、こちらはやっぱりその尾張を中心に防衛しながら、越前越中、越後、まあ越後はもうほぼほぼ平らげたんで、まあ、越前越中あたりを取っていく。でその上で機内へなだれ込む作戦から変更はないかな。それしかないですもんね。で残っている兵力でいうと、実はもう結構できちゃった感じはあるんで、残ってる兵力を、ちょっと予備があるところからは絞り出しましょうか。予備があるところはというと、もうあまりないよね。なんかあの変なところでたむろして勝手に兵糧を食い潰したあげく兵糧不足に陥ってた連中がいたんで、あの人たち何だったんだろうな。なんでそんな中途半端なところで止まってんのみたいなところで止まってましたよね。
まあ、3000とかの兵力を出す意味はあまりないんで、やっぱ5、6000単位最低でも兵力が溜まっているところから出したいので、そうなるともうちょっと待つ必要があるかな。まあ、砥石城とかこの辺りからは多少軍が出せるかな。まあ、こんなところになりそうですね。はい、ちょっと長くなりましたので、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。